始まるよ。はい、どうも、大地と緑の探検隊、橋本です。本日もご視聴ありがとうございます。今回は農業施設や農村が作り出す美しい景観を紹介していきます。それでは行ってみましょう。ゴー！山形県の新鶴ヶダムに着きました。大きいですね。雪が積もっていて全貌は見えませんが、新鶴ヶダムは岩石などを材料として作られたダムです。高さ96メートルで、ダムの横幅は 283.9 メートルあり、3150万立方メートルの水を貯めることができます。これは25メートルプール約5万8000杯分です。この水は農業用水として田んぼや畑に、また発電用水として水力発電に利用されています。今は耕作が終わってしまっているので、そこまで水は溜まっていませんが、夏はもっと溜めているんです。夏に洪水橋から水が流れる様はとても綺麗ですよ。皆さん、ダムの内部を見たことはありますか？実はダムには監査路という管理用のトンネルがあるんです。入ってみましょう。一般の人が入ることはほとんどないので、レアスポットなんです。監査路はダムの内部にあり、夏は涼しく冬は暖かいです。ここでは日頃からダムに異常がないか確認します。私も休日はよくダムに行くのですが、見ているだけで日々の疲れが吹き飛んでいきます。皆さんもダムに行ってみませんか？次は山形県大蔵村、鹿村の棚田をご紹介します。ここは農林水産省が設定している棚田100選にも選ばれているんです。それでは行ってみます。現在棚田に向かっています。雪が多く、車1台通るのがやっとです。鹿村の棚田に着きました。雪化粧した棚田も綺麗ですね。棚田は山の斜面にあり、米を作るだけでなく、昔ながらの田園風景として見ていると癒し効果があります。さらに農村の風景は四季によって異なるので、おすすめですよ。その中でも鹿村では夏に棚田のライトアップを行っているんですが、これがとても綺麗なんです。棚田を含めた農村景観をこれからも守っていきたいですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回のダムと棚田の紹介動画、いかがだったでしょうか？農地や農業整備施設は、私たちに食料だけでなく、美しい景観として癒しを与えてくれるような存在です。四季折々の風景を見せてくれるこのような施設でございますけれども、皆さんも普段の生活に疲れたら、こういった施設を見にですね、農村に出かけてみてはいかがでしょうか？最後にですね、今回も撮影に協力いただきました関係団体の皆様、どうもありがとうございました。はい、今回の動画もですね、いいなと思った、皆様、どうか高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もありがとうございました。またねー。バイバーイ。